はい、カポエラにはですね、いろんな流派があるんですけど、僕たちがやっているカポエラのスタイル、カポエラレジオナールの発展系アクロバットがどんどん増えていくショーみたいなこともやるんですね。そういうところでは飛び蹴りをいっぱい対応するんで、ジャンプ力を鍛える必要があるんです。で、いろんなジャンプの鍛え方があるんですけど、よく僕がやっているのを紹介します。ちょっと今重りがないので、ノーウェイトでやるんですけど、普通のランジを30秒の間回数いっぱいやりますね。そんなに重い負荷はかけないで、瞬発力や持久力が必要なので、30秒間何回できるかという感じでやります。この時膝があんまり前に出すぎたりすると膝を打たれるので気をつけてください。それでその後少し柔軟も入れて30秒ぐらい休憩したら、片足ジャンプを鍛えますね。カポエラ飛び蹴りは両足踏み切りで飛び蹴りじゃなく片足で踏み切るのが多いので、片足ジャンプを紹介します。片足を膝を抱える感じで上げて、もう一個の足でジャンプするんですが、20秒間何回できるかという感じで、この抱えてる膝とジャンプする足の膝を同じ高さくらいまで揃えるっていうのを、左右20秒ずつやります。でそれをやってちょっと休めて、ももを伸ばしたりして柔軟をしてから実際に飛び蹴りの練習に移る。まずお見せするのは回転蹴りのジャンプバージョン。回転して蹴りを蹴る勢いをジャンプに伝えるので、実際の僕のジャンプ力はそんなすごいわけじゃないんですけど、体を効率よく連動させて動かすことによって、普通の人が見てるちょっと高いなって思うぐらいに飛べるようになっています。発展するとこういう二段蹴りとかになります。